聖書館の外観、司会文書の展示、アレッポコデックスの展示聖書館は、イスラエルのエルサレムにある、イスラエル博物館敷地内にある施設。日本語では、司会写本館などとも呼ばれている。20世紀後半に、司会付近のクムラン洞窟で発見された、ユダヤ教聖書の写本で、最も古く広範囲に見つかった、司会文書を展示している。聖書館の建物は、ヘブライ大学。 イスラエル国立図書館に隣接して建設することが計画された。設計はバルトス、キースラー、ヘラーによって7年かけて行われ、建設はハンガリー生まれのユダヤ人実業家、慈善家であるサムエル・ゴッテスマンの寄付を待って1965年に実施された。それまでロックヘラー博物館に保管されていた司会文書は同年にここへ移された。 聖書館のデザインは平面図が円形で黒い壁の建物は3分の2が地下でそれをつまみがある白い円形の屋根で折っているその模様はクムラン洞窟で見つかった物語暗闇の息子たちに対する光の息子たちの戦いのようで白い屋根は光の息子たちで黒い壁は暗闇の息子たちであると評する人たちもいる所蔵品には紀元前二世紀の イザヤ書館物があり、これは司会文書の中では最も完全な形で残っている。なお、司会文書の銅の巻物には2件あり、第3洞窟で発見されて、財宝のありかを示した銅の巻物はアンマンのヨルダン考古学博物館に移されている。第4洞窟で見つかり、新明器の断片の銅の巻物はロックフェラー博物館に所蔵されている。 また紀元後1十世紀のアレッポコデックスは現存するユダヤ教聖書の最も古いもので、これも聖書館に所蔵、展示されている。2013年、イスラエル銀行は聖書館をテーマとする記念金貨を発行した。ありがとうございます。